全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。今日は本当にどうでもいい話をします。お昼ご飯を食べると眠くなりますよね。私もまさにそんな感じでした。ランチを済ました後、スターバックスに入って障害年金の書類を作っていたのですが、食後すぐということもありあくびが出てきたんです。眠いと、人間ですもの、仕方ありません。とはいえ、このまま眠たい状態が続いたら障害年金の書類作成に影響が出ます。なので眠気覚ましのガムを噛むことにしました。その時私は乾燥対策のためにマスクをつけていたんですが、そのマスクを少し持ち上げガムを口の中に放り込みます。すぐに異変が起こりました。目に刺激物が入ってきたんです。目を開けていられず、うんーとなってしまいました。なんだこの刺激物はと思ったんですが、原因はすぐに分かりました。目に入った刺激物、それは今噛んでいたガムの眠気覚まし成分でした。ミントなのか何なのか分かりませんが、私が食べたガムには眠気をすっきりさせる成分が入っていました。それ自体は何の問題もありません。ですがその時私はマスクをつけていたんです。それが災いを呼びました。普通にガムを噛んでいるだけであれば眠気覚ましの成分は空気中に分散されていきます。しかしマスクをつけていたことで眠気覚ましの刺激成分が鼻とマスクの間を通って目に突撃していったんです。これはなかなかの刺激です。マスクもつけていることができずにすぐに外してしまいました。自分の眠気を覚ますためにガムを噛んだらマスクを通過した刺激物が目に入って痛い目にあったという話です。このように目的のために何か行動をとったものの、その行動が原因で思わぬハプニングに襲われるということはよくあります。障害年金だってそうです。良かれと思ってとった行動が審査上マイナスに評価されてしまって年金が受け取れなくなってしまうことだってあるんです。障害年金を受け取るためには病歴、就労状況等申立書という書類を書く必要があるのですが、自分で書類を書いた場合にハプニングが起こります。うつ病で苦しんでいる中でこんな大変な目にあったということを書いたりします。でもそれだけ大変な状況を何とかしてきたのだから症状は軽かったのだろうと審査側に判断されるケースがあるのです。もちろんそうでないケースもありますが、大変さをアピールしたつもりが逆効果になることがあるということを知ってほしいのです。障害年金の書類に何を書くべきか、あるいは何を書いてはいけないのか、これは人によって変わってきます。ネットで自分の都合の良い情報ばかり探していても、あなたが障害年金を受け取るために何をすべきかという答えはありません。自分で手続きするのも悪いとは言いませんが、少しでも成功率を上げたいのであれば障害年金を専門にしている社会保険労務士に相談することをお勧めします。私たち全国障害年金パートナーズは日本で唯一のうつ病による障害年金専門の社労士事務所です。きっとあなたの経済的不安を解消できますので、ぜひ私たちに障害年金の受給代行を依頼してください。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。